はいどうもこんばんは、ワドです。よろしくお願いします。ワド監督さん、僕らが今暑い。アイテム投げると15分視聴可能してコメントはブロック。どうも。よいしょ。いやー、いろいろ考えたんだけど、要はさ、もうさ、アイテム投げないリスナーはいらないわけじゃないですか。アイテム投げないリスナーは、で、あったんですよ、無課金税を一掃して囲いだけの放送ができる熱い仕組みが。いやね、もうね、タダで見てるね。おはようございました。アイテム投げれませんがよろしいですか？あ、ダメです。アイテム投げない人はいいです、いらないです、さようなら。アイテム投げれない人は結構です、ブロック対象なんで、捨てコメントブロック対象なんで残念です。どうもどうもどうも、さよなら。いや、よくよく考えたらさ、なんだろう、もうさ、アイテム投げない人はいらないっつってもさ、無料で見る人が多いわけじゃん、ふわっちっていうのは。はい、おはようございます。まあ、おはようございますっていうか寝てないんだけど、俺思いついたんだよ。バーガーをプレゼントします。あー、バーガーありがとう、リリちゃん。バーガーありがとね。だから今後は15分に1回アイテム投げないと、もう強制的にこれって見れなくなる仕組みなの。で、あ、じゃあ3分以内だ。3分以内に、3分に1回アイテム、3分に、書いとこう。3分、以内に、3分以内にアイテム投げないと、3分以内にアイテム、これだ、3分以内にアイテム投げると15分見れるんですよ。で、15分、じゃあ見始めてから3分、最初の3分間にアイテム投げないとふわっちが追い出す仕組みなの。だからオープニングに最初の3分以内にアイテムを投げると15分見れるの。ただ15分またアイテム投げないと見れなくなるのね、この放送が。だから15分おきにそのアイテム投げる人はいいんだよ。で、それ以外の人はブロックされる。それ以外の人は放送が見れなくなるっていう仕組みなの、これ、うん、そういうもんだから。そう、セーフだから、これをやればね、荒らされないし、ロム線、要はロム線いらないっていう機能だね、これは。もう今後はこれでやってきゃいいんだよ。そしたらさ、変なアンチとかさ、タダミの人とかいなくなるから、もう仲良くてさ、ちゃんと応援してくれる人だけで成り立つから、全然ありな仕組みだよね。全然ありな仕組み、うん、だからもう今後はさ、閲覧捨ててさ、まったりやってこうよ。この放送を守ってくれる人だけでさ、これがいいよ、うん、もうさ、ただでさ、100人見てさ、アイテム投げる人ってごく一部なわけじゃん、ごく一部。俺、アイテム投げてくれてちゃんと応援してくれる人だけ相手にしていくよ、それがいい、うん、なんかもう疲れちゃったもん。
配信やるのが。だから閲覧がいくらあってもさ意味ないからさ、閲覧をかそらせる方向で行くよ俺は。でもうガッチガチの囲いさんがいる放送になるね。シフトする。いやーそうだよ、モグラがあったんだよ、モグラ忘れてたわ。ねえ、リリちゃんみたいにね、応援ちゃんと応援してくれる人は本当にありがたいと思ってるから、リリちゃんみたいなリスナーを大事にするね今後は。人数が少なくてもね質が高い人がいいよ俺は。チカゴンさんおはようございます。はい、おはよう。チカゴンおはよう。どう、風邪も完璧に治った？チカゴン、チカゴン前髪パツン、あれなの？あの髪の毛半分違うの色が、俺と一緒？なんか右側が金髪で左側が茶髪に見えるけど。イカ娘さんよ、なじくんおはようございます。はい、おはよう、イカ娘、おはよう、よろしく。これはいい仕組みだね。チカゴンさん、大丈夫です。あ、大丈夫？ブリーチしてます。ブリーチしてるの？半分だけしてんの？バド監督さん、アイテム投げると15分間視聴可能です。アイテム投げないと退出になります。いやこの機能、まさかねモグラの機能が役に立つ時が来るとは思わなかったよな。このモグラってさ、誰もあのキツネ枠と同時にできた機能だったので、かそるからっていう理由でみんなあの使わなかったんだけど、かそらせたい時には有効だよねこれ。かそらせたい時には有効で、一回弾き出されるとあの15分間見れないのかな、俺の放送戻ってこれないんだよ。だからねこれはいいよ、只見の人がいなくなるから。今後これでやってこう。もうねちょっとね閲覧が多くてね、アイテム投げない人が多すぎてね、俺嫌気がさしてたんだよね正直。監督さん、アイテム投げると15分間視聴可能。これはいい機能だな。仲いい人たちとまったりやってこう。毛先だけブリーチしてるんだ。でも結構おしゃれだよね、前髪パッツンで。モテるでしょ。チカゴンさん、モテないですよ。モテないのか。モテそうだけどね。
シカゴ、なんか雰囲気的に、なんか若い頃イケメンと、まあ若い頃っつうかいくつか知らないけど、シカゴが年上なのか年下なのか分かんないけど、なんかイケメンと付き合ってそうだよね。これはいい仕組みだ。チカゴンさん、そう言われるの初めてです。そう、なんか気使えるし、なんか優しいしさ、チカゴン、なんか家庭的なところありそうだし、なんかモテそうだけどね、うん、モテると思うよ。チカゴンさん、旦那さんが年下なので姉さん女房です。あ、そうなんだ。年下の男ってどういうところが魅力なの？姉さん女房なんだ。いいね。俺も年上の方が安心できるもんな。あんまり年下の人とね付き合いたいと思ったこと今まで一回もないな。お姉さんタイプの人が好きだから、面倒見よくて、なんか母性本能が強い人が好きだから。タクカイアットワド監督マネージャーさん、ワドツおいっすー、タクミさん、ワドツお疲れ。もう今後俺閲覧切り捨てることにしたよ、タクミさん。閲覧もうさ、もう限界だなとか思って、タダミのロムセンさんとかいらねえわとか思って、で実はさ、鮫島さんとアメジンと2時間ぐらいさ、グループ会議でずっとだべってたので、なんか鮫島さんが俺のこと心配してくれて、なんかああでもないこうでもないってキャラとか企画とか考えてくれて、いやもう嫌なんすよっつって、閲覧100切りたいんすねって言って、で正直もうアイテム投げないでロムってるやつ多すぎるし、もういらないんすよって言って、そういう人って。でそしたらもうずっと2時間ぐらい相談に乗ってくれてて、そしたらワドさって、たモグラ禁止ってあるよって言ってくれて、モグラ禁止があったらなんかこういう田村みたいなコメント書くやつとかブロックできるし、アイテム投げないとそもそも強制的に弾かれるから、だったら15分に1回アイテム投げる人だけ相手にすりゃいいじゃんって言ってくれて、ああそれいいアイデアだなと思って、でなんかコメント書いて、そアイテム投げないやつ いたらブロック入れちゃえばいいんだよって。そしたらお前の言う通り、そのアイテム投げる人だけで内輪で楽しめる仕組みだから、モグラ使いなよって言って、うわめちゃめちゃいい機能っすねっつって、でもう今後はこれでやってく俺は。モグラがまさか切り札になるとは思わなかったよね。誰も使ってないもんねこの機能。あ、ちなみにアイテム投げてくれた人は15分間フリーにコメント書けるんで、捨てコメント、ただコメント書く人はブロック入れます。そこだから15分に1回アイテム投げてくれたら、うん、そんな感じでいくわ、たくみさん、よろしくね。もう閲覧もフォロワーもいらないもん。閲覧もフォロワーも削るっていう謎の作業、かそらせようって、かそらせ月間ですよ、かそらせ月間。もうわちゃ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 してたり、ロム線とかももういらない、全部切り捨てる。まったりもう内輪だけでやろう。疲れたよ俺は。疲
疲れた。みんな気をつけてね。15分以上見たい人は15分経ったんで、あのアイテム投げないと本当パツって運営さんから切られるからね。まだ見たい人はアイテム投げてください。15分に1回アイテムお願いします。いい感じだな。この手があったか。何やってももう黙ってるだけでもさ、閲覧 100R とかもうきつかったもんね。何なんだろうこれとか思って、気持ち悪いなとか思ってさ、ただただぼーっと知らない誰かに見つめられてるって、しかも100人単位でだよ。気持ち悪いよ本当に。きついよ。だから閲覧を取るっていう時代じゃないんだろうな。昔は閲覧だけが正義だったけどさ、今の時代はもういろんな長い人生、こんな時もあると思います。いやもうスランプだね。俺はうまくいってないね。全然うまくいってないよ。なんか裏目に出るから、だからまあこういうシステムがあるっていうのはね、うまく使っていかないとね。画期的だよね。かそらせるためのシステムがあるっていうね。普通はね、配信は閲覧増やそうっていう風にするけど、これでね少し休めるっていうか、配信が好きになれるといいな。まあ、だから完全あーゼロ様ありがとう、ハートありがとう。ゼロ様楽しんでって、ありがとうございます。15分間楽しんでってください。ありがとう。閲覧十何人っていう世界何年ぶりだろう。閲覧十何人、5年ぶりぐらいかな。毎日毎日100人以上相手にするとおかしくなるよ本当に。スマホスタンド持ってこよう。他に見たい人いたらタイムシフトで見ればいいんだもんね。 YouTube 見ればいいんだもん。生放送だからやっぱね、プレミアな感じ出していかないとね。プレミアな感じ。やっぱりさ、こう100人見ててアイテム投げるのはやっぱ3人ぐらいなんだよね。3人4人か今。1リリーでしょ、シカボンさん、私は精神障害者です。旦那さんも子供たちにもたくさん迷惑かけて生きています。精神障害者はなんだろう、迷惑かける子供たちにも旦那さんにも、
そんなに自虐的にならなくていいんじゃないかな。うん、なんだろう、俺もメンヘラだけどさ、なんだろう、うん、本人がなりたくてそうなったわけじゃないじゃん。チカゴンがさ、そういう風に生まれたくて生まれたわけじゃないってわかるから、だから気にすることないよ。迷惑だなんて思ってないよ。多分チカゴンはチカゴンのやり方でさ、いろいろ頑張ってるはずだし、でしょ。な、迷惑だなんて思ってないよ。チカゴンさん、ありがとうございます。神様は無駄なもん作らないよ。なんか精神障害者って言ってるけど、その少数の人にさ、なんか普通の人が名前つけてるだけだから気にしなくていいんだよ。いろんな人が世の中にいるんだから、多様性がある世界の方が俺は美しいと思うよ。なんか、あ、ニートだとか、ナマポだとか。今は乖離性人格障害で3人の人格がいます。うん、3人いるんだ。チカゴン、俺の知ってるチカゴンはチカゴンなのかな、うん、俺は一人しか会ったことがないからね、うん、3人いるんだ、乖離性人格障害。一人知り合いにいたな、あの乖離性人格障害の人。記憶が飛んじゃうんでしょ、大変だよね。自分では記憶あんの、他の人格になった時に。俺は乖離性人格障害のことあんまりよくわかんないけど、俺は受け入れるよ。シカゴンさん、今は普通の私です。普通の私。記憶がある人とない人がいます。あ、そうなんだ。記憶がある人は何、ずっと何、どんな感じなの、別の人をこう見つめてる感じなの、勝手に喋ってんのを部屋の中で見てる感じなのかな、そういう感覚なの。シカゴンさん、勝手に話したり行動したりします。へえ、不思議だね。勝手に話したり勝手に行動して心はあれあれと思う感じだ。それ気づいたのは何歳ぐらいの時だったの、いつ乖離性人格障害に気づいたの。記憶がないのは厄介だよね、傍から見たらね。シカゴンさん、人格障害は今年の5月からです。あ、そうなんだ、最近なんだ。あー、大変だよね。記憶がある人だったらさ、まあ対処できるかもしれないけどさ、記憶のない人格は怖いよね。無遊病みたいなもんでしょ、なんか気がついたらなんかねえ、自分の知らないことを自分の体に乗っ取られてなんかやってるみたいな感じだもんね。
ご家族は知ってるの？それは乖離性人格障害なの。でもね、子供がいると心配だよね。三人格か、すごいな。シカゴンさん、最初子供たちが怖がってました。怖いよね。でも今では私の発言と行動を教えてくれます。ああ、お母さんこんなことあったよって。ああ優しいね。やっぱ家族の理解大事だよな。そうだよね、家族が理解してくんないとね、わかんないもんね。いや閲覧効果てきめんだよ、チカゴン。普段100人集まる放送がさ、8人だよ。荒れなくていいね、この放送ね。すごい話しやすくない？よくない？なんか。閲覧がさ、勝手にもう見ちゃダメですよって、ロム線はダメですよっていう風に。普段100人集まってもさ、どんどん人が減ってくから面白いよね。やりやすいわ、ストレスが全くたまらないよ。今後モグラでやろ。モグラいいね、ハマりそうだよ。俺さ、イライラしたりすんのさ、まあ怒りっぽい性格なんだけどさ、イライラしたりすんのさ苦手なんだよね。なんか普通に仲良く仲いい人たちと慣れ合って会話してたい方だから。だからいい感じだね。コミュニケーションゆっくり取れるしね。気のいい人だけ残ったら嬉しいな。なんか優しい人だけ集まったら嬉しいな。うまくいくといいな。シカゴンさん、私は人付き合いが苦手で友達も少ないです。でも少ない友達にすごく助けられてます。俺もそうだよ。俺も一緒。人付き合いも子供の頃から苦手で、友達なんか全然いないもん。本当にいないよ。俺も一緒だからさ、数は少ないかもしんないけど深く付き合っていきたいタイプだからね。やっぱ癖があるね、人間だとね、やっぱ分かってくれる人じゃないとね、理解してくれる人じゃないとトラブルになるだけだからね。でも俺チカゴン好きだよ。優しい性格だし、いいんだよ。分かってくれる人が分かってくれれば。分かってくれない人に分かってもらおうとしてもさ。チカゴンさん、ありがとうございます。いや、性格普通にいいと思うよ。なんか話して楽しいし。シカゴンは
最近だっけ俺の放送見始めたの。何がきっかけで俺のこと見始めた？いつぐらいだったっけ？ここ1ヶ月くらいだっけ？見始めたの。笑い男さん、ワド2。はい、笑い男、ワド2。うん。笑い男、もう今後これでやっていくから、アイテム投げない人はブロックしていく。で、アイテム投げたら15分見れるっていう感じだね。だからもう15分に1回アイテム投げない人はブロックしていくことにしたわ。もうかそらせるし、アイテム投げない人は切っていく。腹くくったよ。笑い男さん、なるほど。あのネタでも何でもなくて本気でもアイテム投げない人いらないと思ってるから。15分に1回見るんだったらアイテム投げてねっていう。かさわせ、かさわせ、ありがとう。もうそういうルールでやってく俺は。だってさ、閲覧なんて意味ないと思わない？笑い男、100人集まってもさ、飯しか食えなかったら意味ないと思わない？どう思う？もうほんとつらかったもん、ここ 3,4 ヶ月ぐらい。閲覧が減らなくて、閲覧が減らなくて。別にさ、そう、なんだろう、見てほしくて見てもらってるわけじゃないから、お互いマイナスなのに、なんでこの人たち見に来るんだろうと思ってたもんね。嫌だって言ってるのに来るんだよね。それがすごい嫌だったんだよね。だからもう俺は心を鬼にするよ。心を鬼に。笑い男さん、和田さんとは長い付き合いだからよくわかるよ。よくわかる。うん。なんで何回言ってもわかんないんだろうね。言ってもわかんないっていうことはさ、なんだろう、もう俺の考えに反してるっていうかさ、俺の考え尊重してない時点でさ、見なきゃいいのにって思うんだけどね。なかなかそういうわけにもいかないのかな。もう俺は疲れたよ。疲れた。まったり過疎でのほほんとやってこうぜ。このままだったら配信あんだけ好きだったのに嫌いになりそうだったもんね。もう、ああもう向いてねえなって思ったもん。なんか時代のこう流れについていけない。配信の価値観がどん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 変わるから、ああもうダメだなと思って、俺もう配信嫌いになるわ俺みたいな。もう引退も何回も考えたもんね、ここ数ヶ月。笑い男さん、モグリンで飛ばされたらごめんよ、ちゃんと戻ってくるから。モグリンで飛ばされたら、飛ばされたら15分戻ってこれないんだっけ？モグリンで飛ばされたら15分間見れないんだよね、確か。確かそんな仕組みだよね。なんか綺麗事言うリスナーが多すぎてうんざりだよ本当に。ツイッター見た、ああありがとうありがとう、ツイッター見てくれた人ありがとう、うん、ありがとうね、アイテムもありがとう、楽しんでってね。今後はモグリンでしばらくやります。モグリンでやっていきます。よろしく、見てくれてありがとう、嬉しいよ。だん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 やりたいことができてきてる。何分かは分からんけんのね、わら。いや確かね、ペナルティー15分だから、一回そのモグリンで飛ばされちゃうと15分間戻ってこれなかったはずだね。確か。だからまあもう見れなくなるようなもんだよね、配信自体を。だってさ、3分見てさ、いや俺も辛いよ。っていうかここ大丈夫だよ、アンチが来ない仕組みだから、あのもしよかったら NG 外しても大丈夫だからね、嫌よ外しても大丈夫。俺も辛いよね、俺だって辛いよ、俺が一番辛いよ。なんでこんなこと言われないといけないんだろうと思うよ。でももういいんだ。
閲覧捨てたから、うん、閲覧捨てたからだいぶ楽になったよ。こっからはもう数じゃなくて質の勝負でしょ。いや辛いよ、うん、ありがとう、うん、なんだろうね、心ない人が多いんだよね。チカゴンさん、私は5時半になったら子供たちを起こして朝の支度に入ります。いいね、お母さんだね。あと6分間だ、うん、またね、子供たち学校に行ったりしたら戻っておいでよ。あと6分間しか絡めないね。タバクでなんで、あーひどいねそれはね。あ、じゃあ嫌よでいいよ、うん、嫌よでいいよ、コメント拾うから。ごめんね、辛い思いさせて、なんか傷つくよね。ありがとね、そんな中で俺のコメント、あの俺の枠来てくれてすごい嬉しいよ。大事にするね。辛いよね、俺もそういうの聞くと傷つくもん。風船ありがとう。風船をプレゼントしました、うん、それはひどいよな。あ、じゃあ全然嫌よでいいよ、嫌よでやり取りしよう今後。いいよ嫌よで、もうここは人数来ないから。笑い男さん KP ありがとう。まあでもいいんじゃないの、10人切るぐらいでさ、まったりやっていって。匿名係長ただの花火さん、のんちゃんとのマック代にありがとう、花火ありがとう、匿名さん楽しんでってね、ありがとうね匿名さん。これからはね、アイテム投げる人だけの楽園、楽園ですよ。ありがとう匿名さん。もうこれだったらアンチも来ないから、うん、アンチもロム線も裏切り者も全員来なくなるから、これでやってこう、身内でしっぽりやってこうぜ。身内でしっぽりだよ。ありがとね匿名さん、でも嬉しいな、そういう風にたわくで、うん、ひどいね。それ誰、そういうことすんの、ひどいね。あ、そうだったの、ごめんね、なんか俺のせいで。いや俺も悔しいよ、ひどいねそれは。まあそういうやつはさ、罰が当たるよいつか、うん、いやごめんね、なんか俺のせいで悲しい思いさせちゃって、いや本当に申し訳ない、やだね。もうこれからは大丈夫だから、嫌よでコメント拾うし、あ、そんなことがあったんだ、それはなんか申し訳ないな、ね、え嫌よさんのね気持ちを大事にやってくよ、ありがとね。いやなんか申し訳ないな、そんなのね、配信が嫌いになっちゃうもんね、うん、うん、ありがとう、なかなかね、うん、だから辛いよね、うん、
うん。いいの。全部受け入れるから、全部受け入れるからさ。ありがとう、ありがとうね。笑い男さん、たくみさんみたいに風船1個ずつつなげればいいのか。なるほど。バカ野郎、風船1個じゃ飯が食えねえだろう。まあいいよ、なんでも。笑い男さん、わらわらわら。バカ野郎、たくみさんはスタッフだから。チカゴンさん、家事してきます。あ、ありがとね。チカゴン、行ってらっしゃい。頑張って、いいお母さんだ、うん、頑張るよ、うん、頑張るけど、ちょっと俺はもうボロボロだな、メンタルボロボロだな、うん、うん、うん、そんな投げてくれてんの分かってるから謝らないで。だからさ、本当はさ、閲覧100人いるんならさ、朝も話したんだけど、1人がさ10円払ってくれたらさ、1人がさ10円払ってくれたら、俺普通に生活ができるんだよ。全く投げないさ100人がいたからさ、一部の花火師さんが爆投げしないと生活できなかった。もう腹立つじゃん。その普段コツコツ応援してくれてる人がバカを見るようなさ、で文句言うさ、只見の人にさ罵倒されるなんてバカらしいじゃん。だからもう応援してくれる人だけでいいやと思って、その応援してる人がバカを見るってすげえダメな社会だと思うんだよね俺。ね、そう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 、その通り、そうな。もうこの仕組みだったらさ、もうアイテム投げないと見れない仕組みだから、これでいいんだよ、これでやってこう。アイテム投げれない時は俺の枠に来ないと、誰も困んないから。なんか恨み買うつもりもないしさ、ただ見なきゃいいだけなんだから。うん、うん、そう、それが和道スタイル、ありがとう、うん、だからさ、その花火とかじゃなくてさ、細かいアイテムを投げればいいんだよ。細かいアイテムを投げればいいんだよ。困らないよ全然。だってさ、バーガーを1ヶ月に細かく投げてもね、バーガーって一発10円じゃん。
バーガーを細かく投げても花火一発投げても変わらないんだって。収入は半分入ってくるんだから。そうだから花火に頼る放送が嫌なの俺は。みんなが細かく投げてくれたら俺生活できるんだよ。そう、うん、週月リリさんバーガーをプレゼントしました。リリさんバーガーありがとう。そうそうそう、いつも言ってるじゃん、花火とかって負担が大きいけど10円とか20円なら投げられるでしょって。花火一発1000円でさ、ウェブマネーとかで買うんじゃなくてさ。かずみスタイルナイス、ありがとう、ロゼありがとう。だからさ、そのバーガーとかをさ15分に1回投げればいいんだよ。あの1ヶ月に1回バーガーをプレゼントしました。ありがとうリリー、バーガーありがとう。それがいいんだよ。それがバーガーって100円で5個だっけ。バーガーって100円で5個でしょ確か、うん、花火よりも全然いいんだ。それでいいんだよ。うん、こちらこそいつもありがとう。いつも応援してくれてありがとうね。笑い男さん、まだ眠いから寝てくるね。まだ眠い？ OK。笑い男もまた来てね。もう何年ぐらいの付き合いだろうな、笑い男と。古株だよな、古参だよな、もう。うちの枠の問題児だからね。まあ、手のかかるリスナーほど可愛いもんだよな。じゃあ起きたらおいで。亀さん、ワド2。はい、ワド2、亀さん。よろしく。おはよう。ニコ生からだね、W ありがとうね。ニコ生からはもうお子さんだよな、だいぶいなくなったよな、ニコ生から見てる人、うん、ニコ生から見てる人だいぶいなくなった、
はいよ、おやすみ。特命係長ただの花火師さん、おはようございます。ねあさん、お、今日も寄ってんね。寝るからまたな。おーねや、あー、おはようございます。花火ありがとう。寄ってるよ。寝るかな、またな。あーねや、悪いね、アイテムくれたのに。さっきまで鮫島さんと相談乗ってもらってたよ。おはよう花火さん、ありがとう。ありがとうございます。おはようございます。あー、いつもありがとうございます。感謝してます。なんだ、ねえや行っちゃうのか。鮫島さんと話してたんだよ。ねえやの話題出たよ。ねえやいいリスナーだねって。ねあさん、昨日は3人で話したみたいだね。サメちゃん、昨日はじゃないよ、さっきまでだよ。ほんと1時間前、枠始めるギリギリまず鮫島さん2時間ぐらい相談乗ってたね、うん、いやお前このままじゃ死ぬぞワドっつって配信で、俺はなんかこう色恋やれとかなんかこうなんか悪さして閲覧物販させろとか、まあいつもの鮫島さんだよね、悪ふざけが始まって。いやでも本当にもう配信嫌いになりそうで嫌なんすよって話して、でも閲覧いらないんすよって言って、ああそうなんだみたいな、少数でいいからうちわでまったりやりたいんだっつって、でもできないんすよふわっちととっつって、そうだな、ニコ生のコミュ限みたいなのやるしかねえなって、でもかそらせたいってお前ぐらいじゃないのって言って、いやもう本当閲覧いらないっすって言って、10人とか20人でまったりやりたいっすねって言ったら、え、タヌキがあるじゃん、あ、違う、タヌキじゃない、モグラがあるじゃんって急に言い始めて、鮫島さんが、あっと思って、えっと思って、2時間ずっといろんなアドバイス受けてたんだけど、いや、ワドよ、つって、モグラやれよ、つって。モグラだったら、暗視コメント書いた瞬間とか、アイテム投げないでコメント書いた瞬間、ブロックすりゃいいんだよ、つって。バシバシ切ってけよって。似てるかな？
あ、アメリカ人と俺はタイプ似てるかもしんない。アメリカ人と俺はそうタイプ似てる。だからアメリカ人がずっとフォローしてくれてて、俺のこと。いや、ワズさんの気持ち分かりますよって言ってくれて。ねえ、や、さすがだね。そうそう、アメ人がフォローしてくれてた、ずっと。いや、サメジャーさん、ワドさんの気持ちを僕分かりますよって言う。あいつ優しいよな。ねえ、鮫島さんも、や、まあ、鮫島さんも優しいけど、後輩思いだから。だけど、もう配信嫌いになっちゃいますね、つって。ねえ、引退すんのか、つって。レアさん、さっきそういう話してた、傷の舐め合いしてたって。あ、そうなんだ。そういう話してたんだ。いや、別に傷の舐め合いってわけじゃないんだけど。いや、もう、配信嫌いになる人、もう閲覧いらないっすね、つって。本当にもう、なんか、ちゃんと応援してくれてる人大事にやってくれば、もうアンチとかもいらないし、ロム線とかもいらないっすねっつって。でもそれじゃよとか言って、本当にかそらしたいのとか言って、はい、本気ですとか言って。でもさすが鮫島さんだよね、最後にさ、切り札出したかんで、いや、モグラだろうとか言って、だからモグラ極めろって言われたかんね、鮫島さんに。モグラを極めろワドって。レアさん、アムちゃんの悩みと風道の悩みは似てるよ。ああ、似てるだろうね。いや、似てると思う。いや、どうやったらね、どうなるかって分かってるんだけど、やりたくないんだよね、なんか。その、なんだろう、人を騙して金取るみたいなさ、気分悪いじゃん。なんか、そこまでして金欲しいと思わねえから。だから、楓のお母さんさん、バーガーをプああ、レゼン楓トしのおまし母さた。ん、いつもありがとう。おはよう。いつもありがとね。おはよ楓のお母さんさん、ワドツ。う。ワドチミーハッツー。ト大仮装さん、おざす。おー、ケミー。おざす。ケミー。どうもー。ケミー、サムネ変えた？レアさん、モグラかやっって、こ人いいじもゃん。あんまいイないケし、メンじミュージゃん、シャンケ極ミー。めるのって大ケ変だミーかもらな。古いよな。そうそうそう。モグラやってる人全然いないケし、ミーやっていうたか、動そ画もそそうさ、も、変えましたわら。そもそもかそらせたいっていうニーズがないんだよ。俺ぐらいなんだよ、かそらせたいって言ってんの。もう閲覧なんか本気でいらないって言ってんの、俺ぐらいでしょ、多分。あれ、ネタで言ってると思ってるさ、アンチとかいるけど、本気で言ってるからね。アイテム投げないリスナーなんかいらないんだもん、本当に。だからさ、実際さ、10人しかいないかもしんないけど、すげえさ、コミュニケーション密に取れるし、荒らしコメントないし、普段潜ってる人がコメント書くし、もう俺、もうレアさん、モそグれ道マだジよ。で言ってるよね、風道派。いや、俺マジだよ。全然ネタとかじゃないよ。本気で言ってんのに、なんか、全然伝わらねえから、そう。だってさ、だって普段よりアイテミームハッ上がトって大る仮じ装ゃん、今さ、日。もぐみちわら。モグ道ですよ。だってさ、7人しか見てないのに、普段よりアイテム上がってるんだよ。これが現実じゃない？そう思わないねや。100人とか200人見てて、日当1000円なんだよ、俺。それがさ、たった1時間の枠でさ、1000円もらえ、時給1000円もらえてるわけじゃん。だから、投げる人を大事にするのが正義なんだって。レアとさん、俺は思確かうによ。ね、正しいぞ。だからさ、もう言ってわかんないんだったら、もう強行突破だよ。そう。バドカンとかはモグ道に進化したんですよ。モグ道に。だからもう空コメントも、挨拶だけでアイテム投げないで、コメントで引っ張ろうとする人もブロック楓入れのておる母もん。さんさん、投げないで、文句言そうわんそうちなんだそう。から、アイテム投げにくくなって、そう。頑張ってそうね。そう、楓のお母さん、その通りなの。そう、文句言うアンチがいるからアイテム投げにくくなってたんだよ。そう、投げてくれる人は投げてくれるんだよ。だからコメント書きづらい空気とかにもなってたし、そう、なんか監視されてるみたいですげえ気分悪かったから、モレアグラさん、は当たそうりでだすよ。ね、お母さん。ねえ、そうだよね、楓のおねえ母やさね。ん、アイテム投げてる。そうお、そうバそうドカ。そう、そう、楓のお母さんの言う通り。そうそう、嫉妬だよ、嫉妬。ねえ、やだよね、本当に。本当に嫌だ。
だからね、投げてくれる人が投げやすい環境とコメント書きやすい環境を作れなかった俺のミスだよな、うん、そうだよね、私の枠にも嵐来たし、あ、そう、ごめんね、楓のお母さん、俺のせいで枠荒らされちゃってごめんね、申し訳ない、本当に。なんかね、さっきもね、リスナーさんから報告あった、和道さんのコメント書くだけで他の枠でブロックされたからすごく悔しいとかすごく悲しいって、でも私和道さん応援するからねって、頑張ってねって言ってくれてすごく嬉しかったよ。ひどいよね、人のこと応援するしてる人を妬む人がいるんだもん、嫌な世界だよな。だからもうこっから先はしばらくモグラでやるよ俺、落ち着くまで閲覧減らす、じゃないと俺もう配信嫌いになっちゃうもん、疑心暗鬼になっちゃうもん。お母さんさん、その代わりワド監督から来ました、お洗濯お姉さん頑張ってってくる時もあるし、うん、あー、それね、優しいリスナーさんもいるけどね。お母さん、そうだったんですか、イラつきますね、でも本当嫌な人ばっかですね。ねえ、なんだろうね、まあ、もいいね、ありがとう、ねえ、ありがとう。だからちょっと俺はしばらく自分の心が休まるまでこのスタイルでやっていくから、みんなよろしくね、しばらくはこれでやっていくよ。楓のお母さんさん、120円のお金もケチる人が楽しめるわけないです。いやー、なんかやだな、心がすさむな、悲しい気持ちになるな、やだな。でもなんか少数だけど楽しいね、人数少なくても楽しいよ。ねあさん、いいんじゃない、私はコメント側だから書くだけだし通常だけどね、わら。ねえやもネット長いよね、俺がふわっち来た時から、初期からやっぱずっとねえやいたし、ニコ生勢なの、ねえやはキャス勢なのかな、俺が始めた頃からずっといるもんね、ねえや古いよね、ふわっちでは古いって印象なんだけど。楓のお母さんさん、誰を応援しようがリスナーの勝手だし。本当だよね、人それぞれだよね。ワドツ、はい、セフィーワドツ、キムタクさん、おはよう、はい、おはよう、ネアさん、そうですよね、プンプクリン、ここアイテム投げない人ブロックになったんで、まあセフィーは投げるけどね、いや、もうアイテム投げない人全員ブロックしてる、うん、セフィーはまあ投げるけど、15分に1回投げて、キムタクさんも覚えといて、うん、アイテム投げないでコメント書く人ブロックしてるから、もう今後しばらくこれでやるよセフィー、俺疲れちゃったよもう、このままだと配信本当に引退することになる、だからもう15分に1回アイテム投げたら15分見れるってわけだから、いいだろう、もうしばらくこれで休憩する、アイテム投げないでコメントで引っ張る人はブロックです、もうしょうがない、これしかない、俺にはこれしか生き延びる手段がないんだよ。楓のお母さんさん、風船だってなんだっていいじゃんね、うん、せめて心遣いだよね、そうそうそう、皆さん2年いかないぐらいじゃない、最初だからツイキャス見て YouTube でサメちゃん見て、そっからふわっちで見つけた、あー、そうなんだ、2年いかないぐらいだっけ、結構初期ふわっち俺2年経つけど、俺が始めた頃からねえや昔からいるなって感じだもん、あ、じゃあふわっちからずっと見てる感じなんだね、やっぱふわっち初期組だよね、ねえやってすげえドブスのイメージあったけど、ちゃんと見ると綺麗な顔してんだね、顔整ってるんだな、そうそう、今まですげえブスだと思ってたわ、うん、顔整ってるんだね、2年目で初めて気づいたね、
前歯全部ないイメージだったけどね。そうそう、2年いかないぐらいじゃない？最初だからツイキャス見て、 YouTube でちゃん見て、サグちゃん見て、それからふわっち見つけたんだよね。そうそう、こういうイメージだね、ネアは。俺の中ではこういうキャラ。でもサメリアさんはすごくいいやつだから、うちあんま嫌いになれないんだよねって。また一人アンチを作ってしまった。ネアさん、お前本当にだよな。また一人罪のないアンチを作ってしまった。まあこういうところだよね。わかるわかる。わかるよ。でもしょうがないじゃん。俺ん中のネアのイメージこんな感じだから。ネアさん、旦那も横で聞いてるんだぞ。わら。すげえ似てるって言ってんじゃん。うちこんなんじゃないよね。ねえ、あんたどう思う？うちこんな和道ってこういうところすげえムカつくよね、わら。ってそういう会話でしょ。旦那いるんだ。そう、旦那と一緒に和道の枠見るとかもう本当に狂気の沙汰だよね。本当に狂気の沙汰だよ、狂気の沙汰。うち和道あんま嫌いになれないんだよね。こいつムカつくんだけど、いいところもあると思うんだよね。風道ちゃん、ん？いやもう疲れたんだって本当に。いやこれを冗談だって分かってくれるからできるけど、本気で発狂するバカがいるんだよ。だあれだよ、西村博之が言ったでしょ、嘘を嘘だと見抜けないやつは掲示板を使うのは難しい。このね、ネタをネタだと思えないやつは配信を見るのは難しいんですよ。このネタなのか真実なのかのギリギリをついていく。マジなリスナーが多すぎるんだよな本当に。いやでもそれさっき鮫島さんとよく話したよ、本当に時代変わったっていう。なんかもう純粋に配信楽しめてないよねっていう、もう生き残ることだけみんな考えてて、うん、ありがとうございます。はい、はい、頑張ります。いいんですよ、潜ってもアイテム投げてくれさえいたら。投げてくれてるじゃないですかこの方は。いやとんでもないです、大花火ありがとうございます。いやもう潜っていいんですよ、潜っていいんですよ。でもね、あの投げていただいてますよ、本当にありがたいです、ありがとうございます、支えてくれて。全然嬉しいです本当に、謝らないでください。潜ってもいいんです。やっぱ潜るの方がアイテム投げやすい環境ですね。結局ね、敵がいないっていうのが分かるからじゃないの。やっぱり何でも話しやすいじゃん、何でも話しやすいじゃん。だからそのなんつうの、敵がいないから安心して喋れるっていう環境なんだ、うん、十何人しかいないから。ネアさん、いいリスナーさんばっかりじゃん。風道のリスナー、いいリスナーさんばっかりじゃん。本当恵まれてると思うよ。俺もそう思うよね。ネア、ネアのコメントは俺が棒読みするわこれから。ネアって、あそういう人なんだっていうキャラクターを植え付けていく。俺の中のイメージだ、俺の中の脳内変換ね。ウグイスダにデッドボールキャラにするから。お前ほんと寄ってんな。うるせえよ。カエデのお母さんさん、キツネ枠開けてたら、まあ寄り目だよな。キツネ枠開けてたらワドに投げてる痛いやつと言われ、ひどいね。寄せてくんじゃねえよ。いや違うんだよ、あのね、あのね、寄り目なのは寄り目なの、本当に打ち差しなんだけど、俺の場合ね、骨格があの前田敦子なんだよ。あのね、要はね、あの目の感覚が近いっていうか、顔面が全体的に真ん中に寄っ
ってるのとプラス打ち差しでもう寄りまくってるんだよね。そこがねダブルだからきついんだよね。え、ウグイス谷で働いてたの？ごめんなさい、デッドボールじゃないですよね。じゃあウグイス谷デッドボール知ってる？カエデのお母さん。じゃあじゃあ、え、デッドボールで働いてたの？違うでしょ。あ、でも女知ってるよね。や、女の子は寄り目めちゃめちゃ可愛いんだよ。だ芸能人で打ち写しってめちゃくちゃ多いんだよ。男は間抜けなんだよ。マジで？ウグイス谷デッドボール体験行ったの？カエデのお母さんいいね。いいね。すみません本当に。体験行ったんだ。デッドボールだったの。いいね、香ばしいね。でもあれだってよ、ウグイス谷デッドボール今6店舗に増えた。カエデのお母さんさんだけどきつい。あ、きついんだ。まあきついよね。きついよね。でも今度カエデのお母さんの枠見に行こう。顔の大きさとかね。カエデのお母さんさん稼げたけど。あ、稼げるんだ。はあ、まあ人気店だもんね。あれはね、すごいらしいよね。予約いっぱいで、なんかテレビとかも取材来るんだもんね。カエデくん本当に可愛いな。ね、でも最近来てくれるリスナーさんがなんかいい人が多くて嬉しいね。私太ちゃんだからしょ。いいじゃん太ちゃん。太ちゃんばっかりだよ。解放とか。でも女の人はぽっちゃりしてる方がいいよ。人によりきりだろ。顔の大きさとかね。鳥真似るから、はいはい、生きろ、そなたは寄り目だ。寄り目を解き放て。寄り目を、寄り目は人間だぞ。ハリハリ出ねえよあんな声。ハリーツどっから声出てんだよな。カエデのお母さんさん、こんな話もモグリンだとしやすいね。楽しいよね、うちわでね。やっぱ慣れ合いが一番いいんだよ。ねえ、おやすみ、ありがとね。じゃあ残りもうちょいしたら切るかな。延長切っておくか。俺はモグラを極めるよ。モグラを、モグラの和道になるから。今後はモグラを極めし者。お母さんおやすみなさい。丸逆三角丸。カエデのお母さんさん、レッドは頭もいかれた子多かったな。あ、そうなんだ。あ、まあまあでもね、一生懸命働いてるんだから偉いよ、ね、必死になってみんな生きてるんだよ。ありがとうございました。ネアさん、いいね。いいね、ありがとう。おやすみ。イケメンの旦那さんによろしく。でもね、いいよね、夫婦で配信見る人とかもいるんだ。歯がない、化粧しない、当たり前でした。セフィーありがとう、風船サンキュー。セフィーともなんだかんだ付き合い長くなってきたな。もう1年ぐらい経つのかな。セフゾーさん、ラジオってことは元気なさそうやな。いや、だってさっきまで引退すること考えてたからね、本気で。鮫島さんとアメジンといつ引退するかっていう話をしてたからね。だ、もう最後の賭けだから、モグラは。カエデのお母さんさん、化粧してるだけで身だしなみちゃんとしてるだけで美女扱い。あ、そうなんだ。さん、いずれは大瀬東京行くし。いやー、お前と会うのめんどくせえわ、正直。え、香川さんの店どうだったの？香川さんいたの？楽しかった？セフゾーさん、なんで引退？疑問符。いや、だってもう飯も食えないしさ。毎日毎日100人近くにぶったたかれたり、ね、ただボケっと監視されてて笑い者になってたらそりゃ減らるよ。もう6年もやってんだぜ。あ、ちびぴよかわいいよね。
ちびぴよ、かわいいよね。まあいいじゃん。ちびぴよと飲んでたんだ。ちびぴよ面白いよね。セフゾーさん、諦めるなよ、まだ早いだろ。いやもう心折れたね、俺は。なんか周りのさ、若手がどんどん、こうや、てるちゃんぴん、かず軍曹、トムソーヤ、池上、もうプライドボロボロだよ、本当に。プライドボロボロだよ、もう。もう俺は終わった。泥酔してたんだ。泥酔ってお前本気で言ってんの？泥酔だからね。泥酔だから。ふうさん KB ありがとう。楽しいねってね。泥酔ってなんだよお前、ほんと。お前いい年して泥酔いはねえだろ。泥酔って言うんだよ、泥酔。泥酔で変換しろじゃんの。泥酔い、泥酔い、もう勘弁してくれよ。なんだよお前。セフィーもな、性格は癖あるけどいいやつなんだろうな、会ってみたら。ああもう感じ極めた男だからな、極めてっから。泥酔いはないわ。セフィー地方なの？どこなの？住んでんのエリアは。関西の方なのかな。沖縄、あの大阪行ったってことは。香川さんの店って流行ってんの？人いっぱいいんの？セフゾーさん、大阪。あ、大阪なんだ。じゃあ我らが佐野智則の店も行けるじゃん。我らが佐野智則、ともきゅん、ともきゅんの店行かないの？俺らの憧れ佐野智則、配信会の神佐野智則。まあまあ繁盛よ。あ、繁盛してるんだ。あ、そうなんだ。まあまあね、カウンターだけのお店だから、まあ回るだろうな。開いてないやろ。いやいや、日曜日アルバイトしてるじゃん。大衆酒場うなじゃなくて、日曜日お店のバイトやってるから、そこ行ったら会えるらしいよ。アルバイター佐野編始まったから、アルバイター佐野編。知らなかった。三万日曜日だけバイトやってるよ。セフゾーさん、あ、そうなんだ。そうだよ。なんか大阪じゃなかったかな。多分大阪だと思うけど。セフゾーさん、うなも金今やばいんだろうな。うなも稼いでないだろうね。うなが稼いでないってよっぽどだぞ。でもイケメンとかさ、イケメンばっかりだもんな今稼いでるのな。イケボ配信イケメン、まあ時代なんだろうな。俺らみたいな喋り手みたいなものは社会に必要とされてないんだろうな多分。セフゾーさん、今は時代が変わったからな。時代変わったな。アキラさん、おはようございます。はいはい、おはようございます、アキラさん。時代が変わったんだよ。セフゾーさん、昔は基地系はやったがな。まあ俺ら別に基地系なつもりないんだけどね。普通にやってるつもりなんだけど。セフゾーさん、今はクリーンな時代よ。もうクリーンに配信してるじゃん。俺。と思ってるけど、クリーンじゃないのかな。一度ついたイメージってもうずっとついて回るから、もうイライラするよね。しかもさ、どん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 さ、イメージが広がっていくじゃん、勝手に。もう自分が自分じゃないみたいだもんね。そんなことないよ、そんなことない。そういうイメージがついてるんだよ、ニコ生イコール基地会っていう。そんなことないよ、みんな一生懸命やってるよ。
いやでも閲覧少ないのもこれはこれでコミュニケーションしっかり取れるから楽しいな。いいね、リスナーさんとゆっくり話せるからいいわ、楽しい。セフゾーさん、またはい上がれよ。しばらく休ませてくれよ、もう疲れたんだ本当に、もうボロボロだよ。ちょっと羽を休めるわ。わからないね、モチベーションが上がらないね本当に。セフゾーさん、サメちゃんも最近見ないな。サメ島さんね、今バンニコ生やってるよ。もう来週バン明けじゃなかったかな。今バンだね、サメ島さんは。さっき電話で話してた、もうすぐ復活だから。セフゾーさん、お前にはもう配信しかないやろ。いや、セフゾーさん、だったら諦めんなよ。もがいてますよ。なかなか思い通りにはいかないもんだね。修行だね、修行。いつ日の目を見るのか。どれみたいにいろいろやって、これしか俺にはレーンが寄ってきれる方がまだかっこいいよ。どれは別にいろいろやってないでしょ、まあ俺にもいろいろあるんだよ。楓のお母さんさん、バーガーをプレゼントしました。あー、バーガーありがとね。楓のお母さんありがとう、いつも。俺にも俺でいろいろあんだよ。かのお母さんさん、元気だしな。まあゆっくりしばらくはモグラでやるよ。お前には配信以外の道なんかねえんだよ。俺はしばらくモグラでちょっと休むよ。モグラで休む。セフゾーさん、6年やってて気づいたやろ。いやもうここ最近ハードだね。楓のお母さんさん、モグラもいいな。モグラでやっくよ今後は。セフゾーさん、橋本すら帰ってきたからな。橋本くん2年辞めてたからね。2年辞めてたからね。結局戻ってきたね。戻ってきた。セフゾーさん、もう無理だ、やめるのは。楓のお母さんさん、また来るね。また来て、ありがとう。セ
F ゾウさん、じゃあおやすみの。はいはい、おやすみ。ゆっくり休んで。